こんにちは、吉井玲です、えっと、ちょうど「仮面ライダー」ドライブの撮影が終わってやっぱりずっと1年間撮影していたのですごく寂しかったんですけどまたあのドライブの時には最後の方にいい感じになって今田さんと現場地の今田さんとご一緒できるっていうのがすごく嬉しかったですし。 あと毛利さんには私たちドライブの一番最後を書いていただいたので本当に何か,かったです今回「ラのイヤーサーカス」意気込みとしてはもう私たちにしか出せないあと東映さんと少年車中さんのコラボなのでその東映チームと私たち東映チームと少年車中さんとでこのメンバーじゃなきゃ出せないものを出していきたいなと思っています。 今回は、なんか一筋縄ではいかないような、もうすごくみんなが想像しているものを超えていくんじゃないかなと私は思っています。あと、それぞれのいろんな役があるんですけど、仮面が剥がれてすごく本質的なものが、 見えてくるんじゃないかなっていう部分でお客様にも楽しんでもらえると思っています、えー、今回皆さんが想像しているものをはるかに超えたとてもファンタジーですごく面白くもう興味深い作品が出来上がると思いますので皆さんぜひぜひサンシャイン劇場に遊びに来てください吉井玲でした